クッチーと仲良くしてますかって、うん、仲良いよ仲良いよ仲良いよそれ仲良くしてんの仲良くしてる本当に、ね、本当に本当に仲良いどうですか久しぶりに帰ってきた内田は変わってないねクソガキだね、うん、なるほどまあ今日はメルカリチャンネルということなのでね、はい、まずメルカリに出品したいもの家のものとかあります？家のもの、うん、あ俺結構ありますよ何ですか竿竿釣り竿ね釣り竿釣り好きでね釣り好きだからあやっぱ道具に道具もうすぐ変えちゃうんだすぐ道具にことなんかすごいこだわってるわけじゃないんだよ道具に頼ってるわけじゃないんだよ、うんうん、腕もまあまあ多分あると思うけど、うんうんでも使わなくなったやつがあるからなるほど、うん、そういうものを、まあ、出品して出品してもいいかなってなるほどね、はい、聞いて聞いて聞いてすっかり忘れてじゃあ小石さんはまあまあ子供用品だよねあ、まあ、2人目ももうね大きくなってきてますからさすがそういうものを、ね、そういうの多分マスクしてない使わなくなってきてるのでね出したいかなと思いますねまあ遠藤選手なんかこう変化してきたことってあります？変化って去年と比べてってことですか、うん、なんすかねいや逆に俺あんまこう変化しようと思ってできるもんじゃないと思ったんで変化って、うん、逆に高井さんが外から見てどんな風に見えてるのかなっていうまあ安自体はやっぱりまあ今年ゲームキャプテンもやってるしちょっとずつこう大人になったというか、まあこのチームのことをこう考えてそうですね、はい、プレーできるようになってきた、まあ、そこはすごい成長だよね、まあ、その辺がこうより変わってきたな立場がね、うんまあ、変わってきたっていうのもあると思うんだけどその辺かな、うんやっぱプライベートとかで買ってきたものはありますか？変わってきたな。いや、プライベートっていうか、まず寝るのが早くなりました。わかる、わかる、わかる。本当に。子供と一緒に寝ちゃうタイプ。そう、だから一番最近早くて6時半とか7時ぐらいに寝ちゃう。子供と一緒にそのまま朝、うん。寝かしに行ったらそのまま寝ちゃう。そのままそのまま。一緒。本当に。わかる。親父になったなって感じがさすがに。それだけ疲れてるってことね。ちょっとショックでした。疲れが溜まってるっていうのもあるしね。はいはいオリンピックとか見た？ピョンちゃん。あ、見ました。あれ見ましたよ。カーリング。カーリング。カーリング見ましたよ。あの、そうだね。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 カーリング見てた。いや、感動した。やっぱりね、はい、あれは盛り上がるしね。うん、てっきり、でも、仙台じゃん。はい。やっぱ羽生くんで来るかなと思って。ああ羽生くんで仙台でしょ？そうですね。あれは、いや、あれ、あの時俺練習中だったんですよ。練習中で見れなかったんですよ、生で。で優勝したっていう報告練習終わった後に聞いて、うん、ああすごいな、まあ、まあどちらかというとカーリングの方が良かったってことですね、はい、そうそうはい、すいません聞いて聞いてえ聞いて聞いてはい俺は小平さんって言いたかったの小平さんって言いたかったの小平さんははい小平さんです遅いよ長木さん元気コッコさん長木さん元気にしますか、うん、元気だよね亮太元気だね元気マジでもう天然がマジで面白いいやあんな天然と思わなかったよね湘南でやってる時にもう10分なんか1個絶対抜けてるからね、うん、本当にマジで面白い亮太があそこまで面白いとはね、うん、思わなかった